空気が読めないやつと言われたことのあるあなた、はい、周りから浮いているあなた、うん、こんな世の中おかしいと感じているあなた、うん、本当は行列なんかに並びたくないと思っているあなた、うん、のけものになったことのあるあなた、うん、おめでとうございます。おめでとうございます。山田レイジのヤングサンデーテンション高いですけどね、あそこそうですね、ヤングサンデーってやってますからね、はいはい、そう、あの人はご機嫌主義ですから、ご機嫌主義ですもんね、はい、自己肯定感高い、はい、というところで、うん、今日はですね、はい、秘蔵の才能というのを、うん、読みましてですね、はい、たちも読んだ、読みました。まあ、どんな本かというと、山田理一さんが、はい、どんな人かというと、まあ、漫画家なんですけど、うん、その小学校とか中学校の時に、うん、その先生がバーって書いてある、うん、授業とか書くのを全く映さずに、うん、ずっとなんか漫画を書いているような人で、うんうんうん、でもう小学校の頃から僕は漫画家になるって決めて、うんうん、なんか連載の漫画を作ってたみたいですね、でずっと自分で、はい、なんか全28巻とか、うんうん、そういうのをずっと、うん、もう漫画家になる、うん、だって手塚さんが言ってるもん、うん、勉強なんてしなくていいって、うん、っていうのを本当に真に受けて、うん、本当に漫画家になっちゃった人が書いた本で、うん、同調圧力みたいなものとか、うん、クソだよと、うん、そんなのに従うなと、うん、で要は日本っていうのは天才、うんが引っ張っていて、うん、そこに属さねばならないと思ってるような人がいて、うん、でここに属すことができなくて、うん、生きづらいと思ってる人がいる、うんうん、で僕はここにいた、うん、で、うん、今からのこの国は、うん、こっちの人の方が、うん、むしろいいんだぜ、うん、おめでとうみたいな、うんうん、その好きなことやろうぜ、うんっていう本ですね、うん、僕はそう感じてるんです、はい、まあ、で、そういう本ですね、そういう本でしたよね、うん、で僕はどっちかっていうと、うん、俗の俗の側にいる、うん、俗の側でウェーイって、うん、そのまあでも俗の、はい、でもみんな非俗だよねみたいなメッセージもあるかなとは思いましたけどね。僕はそう受け取らずに、うん、俗のやつは、うん、ダメだ、うん、こいつらは、うんうんみたいな受け取り方をしてるんですね、うん、で、まあうん、僕的にはその俗だけど俗に合わせてるだけで、はい、みんな探ったらどっか非俗なところあるよねみたいな。ねえってありますよ。まあまあ非俗ですよ多分。もう俗中の俗ですよ変わってますよいやいや全然全然暴走族じゃないです暴走族じゃなくても変わってますもん。いやもう普通の認識しかなくて、うんでだからこれを読み進めるたびに、うん、いやなんかその天才、はい、でこっちでこっち側の人で族の人非族の人非族の人は僕からすると天才と一緒なんですよ。うんうん、いや生きづらいこのなんかこの世の中がおかしいって思ってる、うん、思ってて、うん、その私はこちらに属すことができないんだ。うんうんって思える人、うん、ナチュラルに思える人は、うん、俗からすると、うん、天才にしか見えないんですね。どう思います？天才とは違う。ある種とんがってるわけじゃないですか、うん、天才の定義としては、うん、とんがってる人とんがることができる人うん。まあでもとんがってますよ。とんがろうと思えばここの俗の人は、うん、いや三浦淳さんも同じ悩みを抱えるんですけど、うんうんうん要はロックンローラーに憧れるが、うん、その要はロックの人って、うん、みんな27歳でしたっけ24歳でしたっけ、うん、そこで死ぬ人ですよねロックの人ってこのとんがり方も、はい、ドーンってとんがる人もいれば、はい、ドコンととんがる人もいるわけですよ。でああそっかここは業が出るんですかね、うん、その辺に、うん、要はなんか飯が食えてなんぼじゃないですか。はいその、うん、要は才能と言われるところで、うんうん、ご飯が食べていきたいわけですよね、うん、まあその、まあ、ご飯を食べるのとっていう話しちゃえばいいって話じゃないですか。そんな話なんですかね、うん、ご飯を
まあ、そのご飯を食おうって話じゃないですもん。はい、ご飯を食べようって話じゃないですもん。いや、貴族で生きていこうって話ですね。貴族で生きていこうって要は、うん、で最後に言うのはただ、うん、貴族だからといって、うん、その別にみんなとぶつからなくていいんだと、うん、謙虚に、うん、ご機嫌に、うん、貴族で行こうぜっていう、うん、山田礼二さんっぽい本でございます、うんうん、はい、うん、そうだねそうだねって、うん、って言いながらも、うん、お前俺たちは好きなことやっていこうぜっていう、うん、はい、まあ、要は好きなことやっていこうぜって話じゃないですか。別にいいんだよ、うん、周りが何と言おうと好きなことやったらみたいな話ですよ。皆さんやってますか好きなことでそれが、はい、多分こういろいろいやこれができないあれができないとか言ってストレスを抱えてみんな生きてるよねっていう、みんな楽しく好きなことやろうぜみたいなのが山田礼二さんのキャラクターでもあるかなっていう。で僕はこれを読んでとても苦しくなってですね、うん、いやなんかすごいディスられてると、うんうん、自分俗だなっていう、うん、ところで、うん、じゃあどうやって、うん、貴族の部分、まあ貴族なんですよ多分、貴族な部分をたくさん持ってるんだけど、はい、日本の社会にこう俗に入れられてるんですよみんな、みたいな受け取り方ですよ。だからもうそれ引っ張り出せばいいんだよみたいな。わかります？わからない、もう一回お願いします。このみんな貴族な部分を持って生まれてきてる、みんな、あるいは俗っていうのは、うん、ギュッて押し付けられた価値観をそうだと思って生きてる、そうだと、それが正解だと思って、はいはいはい、みんなこれをやりたいんだけどみんなそれはこう無駄なこと、はいはい、貴族なことだからこっち側に入れって無理やり押し込められて生きてるみたいな、そうですね、はいはい、だからこう苦しいとか言い出すみたいなとこですよ多分。僕も心なしかどこか苦しいと思ってます、うん、はいはい、だからまあその苦しいんだったらその枠に入ってなくて好きなことやったらいいよねってこっちから出てこいよっていう話だと思ってます。